はい、皆さんこんにちは。こんにちは。私たちは、カラフルというバンドです。今日はですね、このステージで、ライブができるということで、メンバーともどもですね、非常に楽しみにしてやってきました。これからですね、いろんな曲を、演奏していきたいと思いますので、聴いてください。それでは最初の曲いきます。
ですね、私たちは日本のポップスとかロックの、主に1980年から90年の曲をコピーしています。特に一つのバンドにこだわったりはせずに、まあ、歌いたい歌だとか、演奏したい曲を、ピックアップしてコピーをしています。メンバーはですね、ご覧の通り、まあ、男性6人の女性2人です。男性4人の女性2人の、6人メンバーです。でメンバーなんですけど、まあ、私あの ボーカルとギターを担当する横田と言います。でメインボーカルのともちゃんで、リードギターの光一で、ドラムのひろしくん、ベースのくにちゃんで、キーボードのあやちゃんです。まあ、こんな感じで楽しくちょっとやっていきたいと思いますんで、僕らから、はい、まあ、ちょっと待って、ちょっと今音声が小さいみたいなんですけど、すみません、メンバーはまあそんな感じでやってます。で私たちは今年の7月にバンドを結成したばかりで、まあ、今日が初ライブになります。ちょっとね緊張しているところもありますけど、まあ、最後まで楽しく演奏していきたいと思いますので、お願いをします。次の曲いきたいと思います。ワンズで世界が終わるまでは。Thank you.
い、ありがとうございます。ですね、まあ、私たちが、コピーをしている曲は、まあ、1980年、90年代の曲なんですけど、まあ、今から20年、30年前の、曲になります。で、まあ、今聴いてもですね、まあ、結構色あせない曲が、たくさんあると思ってます。まあ、今の歌も、いい歌いっぱいあるんですけど、やっぱりその時代は、その時代でいい曲があったなと思って、まあ、その中から、好きな歌を今コピーをしています。ですね、まあ、次の曲なんですけど、マイリトルラバーの、ハローアゲインという曲をですね、聴きたいと思います。
ありがとうございます。ちょっとカツラ取ってるんでちょっとお待ちください。
はい、今の曲はですね、相川七瀬の、スイートエモーションという曲でした。ですね、まあ今日このライブで、久々にこの公演に、来たんですけど、まあ、私もですね、子供がおりまして、小さい頃に、よく来ました。で今日久しぶりに来たんですけど、まあいい公演だなと思ってます。でまた確かこの公演の中に、まあ、バーベキュー場があったかと思うんですけど、まあ何年か前にもバーベキューやったことありますし、いい公演だと思ってます。まあ、ちょっと今からは寒い時期に入ってしまうんですけど、また暖かい季節になったら、ここでバーベキューをですねしたいななんてちょっと思っています。でまあそんなバーベキューをしながらですね、楽しめる曲を次は、演奏したいと思います。次の曲はですね、ジュディ&マリーでオーバードライブ。Thank you.
どうもありがとうございます。ですね、楽しい時間もあっという間に過ぎてですね、次が、私たちの今日の最後の曲になります。今日は皆さんの前で、楽しくライブができて、とても良かったと思います。またどこかで演奏する機会があったら、もっとですね、持ち歌を増やしてですね、楽しんでいきたいと思いますんで、その時はよろしくお願いします。最後の曲なんですけど、これもまたノリノリの曲なんで、もし知ってる方いましたら一緒に歌ってください。それではいきます。リンドバーグで今すぐキスミ。